ああ、そうか。俺のセルの音がゴーゴー響くと、それがアンマの代わりになって、お前たちの病気が治るというのか。よし、わかったよ。やってやろ。ゴーシュはちょっとぎゅうぎゅうと糸を合わせて、それからいきなり野ネズミの子供をつまんで、セロの穴から中へ入れてしまいました。私も一緒についていきます。どこの病院でもそうですから。おっかさんの野ネズミは気違いのようになってセロに飛びつきました。お前さんも入るかね。セロ引きはおっかさんの野ネズミをセロの穴からくぐしてやろうとしましたが、顔が半分しか入りませんでした。野ネズミは